ケルは JR 東日本グループの株式会社横浜ステーションビルが神奈川県の駅ビルなどで展開する商業施設の名称を。昭和30年代に相模鉄道が主導した横浜駅西口開発計画で建設された国鉄横浜駅西口駅舎横浜ステーションビルのキーテナントとしてシアルの名称で1962年に開店した。 運営会社の横浜ステーションビルはかつては総鉄グループの企業であったが2004年12月に総鉄ホールディングスが保有株式を東日本旅客鉄道に譲渡したため現在は JR 東日本グループの企業となっている閉館後の横浜シェル横浜シェルは神奈川県横浜市西区にかつて存在した横浜駅西口の駅ビル横浜ステーションビルにあった 商業施設、単にシェルともシェル創業の地である、同駅周辺一帯の再開発事業により、横浜ステーションビルが建て替えられることになり、2011年3月27日をもって全館閉店、1961年の創業から50年の歴史に幕を下ろした、同駅ビルの跡地には、再開発ビル JR 横浜タワーが建設され、商業施設として、 シェル横浜の開業が予定されており、横浜駅西口においてもシェルの名称が復活する予定である。遠隔、編集フロア、編集以下は閉館時のフロア構成である。開業当初は屋上に花時計があり、開業時は花の駅ビルというキャッチフレーズがあった。7階シアルダイニング、6階シアルダイニング、9ボーリング場、5階喫茶店、雑貨店、化粧品店。 ドコモショップ4階レディースウェア店、雑貨店、靴、カバンテンタ3階レディースウェア店、雑貨テンタ2階レディースウェア店、雑貨店ほかかつて東急東横線横浜駅が、高架であった頃は、渋谷方面のプラットフォームをつなぐ改札があった。中2階外貨両替、占い1階薬局、喫茶店、雑貨店タ、ビームス地下1階シアルフードプラザ食料品店街、周辺。 編集シェル閉館後の跡地利用。編集詳細は、横浜駅駅サイト横浜22を参照閉館後は、隣接地の横浜エクセルホテル東急とともに、取り壊され、26階建ての高層駅ビル、JR 横浜タワーとして建て替えられる計画である。なお、同駅ビル内では前日の通り商業施設、シェル横浜の開業も予定されている。横浜シェルに関するカテゴリー。 ありがとうございます。